調子乗ってるところを撮った。いいね、いい日だね。うん、いいね。このウェルだ、うん、さあお疲れ様です。今日キャンプ部が活動中でございます。今日はうさみんチャンネルさんが仕切ってもらっております。なんかちょっと美味しそうじゃないのよ。どうなのこれ。やっぱりそのうちのが奮発してるみたいなんでね。あ、今日はあのうさみんチャンネルさんの奥方が出資がうちの、あ、今日のスポンサーということ、はい、いつもスポンサーでございます。ありがとうございます。助かってます。今日あの僕のビーフジャーキー。あ、そうですね。なんかあのうさみんチャンネルさんがビーフジャーキーすげえ上手にできたんで食ってくださいよっていう話なんで、今日は試食会もありますんでね。もうこれ何が何だか分かんないですけどねこれは今日はね、あのスーパーでお安くなってたお肉を今絶対定価で買わないないや、そこ別に絶対っていうことも大丈夫。エバラ黄金の味、焼肉垂れてた、うん、これだよね。え、だけ意外、あ、意外、ごめんねもうちょっとなんかオチがあんのかなと思って。あ、そうですか。そうそう、後でちゃんと撮るようになるから。今日はね撮るようにほら、うさみんの特製ビーフジャーキーをねいただきたいと思いますよ。作るのに至っては苦労話なんかあったりして、ね、そうですね、あの時間が経ってたらできてた、ただそれだけなんですけどいただきます。どうぞどうぞちょっとね場所によって、でもちゃんとできてるよね。うーん、ビーフジャーキーになってんじゃん。あ、本当ですか、よかった。あ、美味しい。そう、酒のつまみだったらもうちょっと塩振ってもいい感じだ。そう、あのお好みで後で、はい。あ、でも後から塩気もあるし、うん、美味しい美味しい。後からなんか上がってくる感じ。いや、これはね酒のつまみに最高。差し入れでいただいた箱根ビールね、ちょっといただいて。いや、じゃあパチパチじゃないでしょ。いらんですから。どう？うまし。あ、よかった。うん。あ、塩加減。お仕事お疲れ様です。今日も一生懸命働いて疲れたね。いいですね。疲れた後に飲むビール。この日に癒されてまた明日からの活力になるんだよね。素晴らしいです。ワイズファクトリーキャンプ部活動中。どうすかね今日。やめろ、いいんだ。いいはずです。キャンプ部素晴らしい。